久しぶりに出てきたな、これ。かなこちゃんやったっけ、この人。この人久しぶりに出てきたなと思ってるんですけど、この開いてみましょう。新しい機能が準備できました。こんなね、自然の感じで出して金取るのをうやむやにしてるんですけれども、こんにちは。今回私、かなこ、うわ、やっぱかなこや、俺、よう覚えてるわ。新しい機能を追加し、紹介しておきます。セーブのオンラインバックアップ、さっきの動画でちょっと説明しました。複数の画像をまとめて登録できるようになった。へえ、そうなんや。進め、キノピオ隊長のキャラクターをユーザーアイコンとして選べるような。そんな細かいアップいらんわ。なんかお得感出そうとして無理やりつけたんだ。見守り設定を使ってゲームニュースをより安心してご利用、見守り設定って前あったよね。あ、ゲームニュースをさらにっていうことなの？見たあかんニュースってあるの？ 見たあかんニュースあるの？そう、他にも快適にお試し、だね、最後。ざっくりしてるんだ、最後。最後、ざっくり、無理やりこれ、こんだけにしよう、みたいな。ね。で、本体の更新はさっきしたんで、オンライン始まりましたんで、ここが、こういうふうになってまして、これをね、全部やっていきたいなと思うんですよ。全部やっていきたいと思います。いや、全部やっていくかい？で、これ20個あるんで、20個ともちらーっと覗こうかなって。さっきちょっとこれは覗いたんですよね、アイスクライマー。アイスクライマーちょっと覗いたんですけど、これに関しましては、中断メニューか。中断メニューでロード。で、さっきの面から続けてみましょうか。ね。これ中断メニューのロードにちゃんと日付も入ってるね。すごいね。すごいね。2面からこんな難しかったっけ？あかん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 あ
また言い訳ないけど、反応してるのに、上の方にこのハンマーが振りかざった時しか当たり判定ないっていうシビアすぎるゲームになっておりまして。もう滑るとこじゃなかったっけ、これ。あっぶね。これ難しい、このゲーム。誰やこの歩き方にしてる。これわざとこの歩き方にしてるね、この感じ。ちょっとしか歩かん感じ。わざと。登れねえ。登れねえとこに登った。ここしか登る。これ2面からこんな難しいってどんな教育や。昔の教育は。今ならそんな教育はあかんぞ。よっしゃ。おっしゃじゃねえ。めっちゃジャンプ力ねえもん。でもスマブラに出るんですよね、この人。で、どこ行ったナナは。ナナちゃんはどこ行ったの。もうね、このボーナスのスイカじゃねえわ。これを取ることに喜びはもう感じてなかったもんね。落ちんことで必死で。今のアップで手くってたよね。危ない。こっちじゃあかんやんな。こっちや。こういうこと。あ、ブーンってなった。あのブーンっていうやつあるね、これ。このブーンっていう跳ね返り。これもあるね。これはあるね。ういしょい。よいしょい。そういう感じです。じゃあ中断しましょうか。もうセーブしとこ、今のめっちゃ大事や。こっちにセーブしとこ。もう、めっちゃ大事やもん、今の。じゃあ、あ、じゃあ、待ってる癖がついてるな。どうやってやめるの？こうやってやめる。すぐやめれる。こういう癖はついてない。あ、やったな、アイスクライマーじゃねえ、アイスホッケー。なんでアイスから始まってるの？これ二つ。あ、アーから始まってるでや。ほんだけ。これどうやって始めなきゃ、あれ？スタートボタン押さなあかんのかい。わざわざこだわってるの。あ、なんかあったな、これ、ジャパンで。あっちも、ポルトガルかなんか知らんけど、これ、ポル選べんの？スタートボタンかい、ポルを選ぶときだけ。あ、違うな、決定した。これなんかデブ、細細みたいなのようやってたんや、これ。こう細細がいいみたい。普通を入れるみたいな。これ、人数足りてないからね、これね、実際。あの、サッカーも人数足りてないから、昔のゲーム。実際の。11人いないからな。何が11やんねん。なんでこれ光ってるんだっけ？あ、自分が光ってるやん。あかん。よいしょー。なんか体が覚えてたわ、今。危ない。危なっ。え、B ボタン何？危ない。1点入るか入れられるまでやろう。え、デブがデブやでか。あった、始まった。これが楽しかったんや。うわーってなるぞ、今。なるぞ。ニンテンドーさん、昔、あ、え、負けてるし、あっさり。うー、やめて。強すぎ。強すぎ。セーブせんとこ。どこでもセーブしとこうかな。
しとくか、一応。負けたけど。昔の任天堂って本当暴力的やね。本当に暴力的。さっきのこれももう動物を頭から叩いてるし、懐かしい。あれ？ボタン間違えるな。これスタートボタンはプラスボタンなんか。これね、これちょっと待って、リセットすると音が変わるんかっつうの試そうか。ほんな俺の走りなんて見てたって楽しいないやろ、こんなもんな。もう。これあれでやったし、最近ワリオでさ。やったしさ、ここ、綺麗にこう、綺麗に飛びましょう、綺麗に飛び、結局やってるんかい。ちょっと待って。こっちか。こっちで、リセットすると？ほら、音見て。ちょっと違うか？ほら、ちょっと違うのまで再現されてる。以上、非常に、どうでもいいトリビアでした。こんなペースでやっていくの？俺。もっと早くペースやっていくわ。ごめん。これ何？グラディウスもようやったな。これもなんか、上上下下どうなってんの？これ上上下下ってどこで入れるんだっけ？上上下下もさ、ゲーム、映画でもさ、使われてたりとかして、すごい、コマンドですよね。上上下下は。あれにも出てましたよね。ワリオにも。ワリオってそういう意味でも、よう出てくるな、話にワリオ。レーザーの、このオプション、どうやって使うんだっけ？これ好き。これ好きっていうか、これしなあかんねんって。でも、2個目のやつも早く取っとかなあかんねんって、2個目のやつ。この赤いやつ倒すとも出てくれんけど、痛えー はい、どこでもセーブ。で、して、どこでもってどんな時にセーブして。で、これタイトル画面にも、あ、じゃあ、これで上上下下で入るんか、これ。上上下下、左右、BA。これってどこで入れるんかも忘れてるって、なんもならんかったわ。あれ？あ、始まったかと思った。じゃあ、こっち、ちょっと。え？始まってないよね。どこで入れるんだっけ？上上下下コマンドって。まあ、それはいいや。最初からあんなすごいやつでできたと思うんですよ。サッカーも人数足りてないと思うって、俺、これ。6人ぐらいしかいないの？これ、こんなやったっけ？これはちょっと持ってなかったでさ。あ、でも音楽すげえ覚えてる。5人やねん。あ、6人やな。こんな これでいいゲームないかな？いいゲーム。いいゲーム出んかな？これで。やめたい！もうやめたい！もうやめたい！もうセーブもしなかったもん、今のは。セーブしよう。どんだけセーブできるの、これ。次、マリオブラザーズ今更やったってしゃあないけど、宇野くんね、これいつも俺思い出すと、宇野くんっていうのが、一人だけ、こうどんだけ早くクリアするかみたいなのをやってたんですよ、こうやって。なんか、もう言ってるでね、宇野くんは。宇野くんだけはそれを遊び方としてたんです。1の1だけを、どんだけ早くクリアできるんかみたいな、残り秒数。そういう、宇野くんでした。そういう遊びを宇野くんはしてたから、今のマリオメーカー出て、その、なんやろ、早くクリアしなあかんみたいなのを作ってる人たちを見て、最先端やぞ、俺は、と思ってるやろうけど、転校したからもう連絡つかんねんって。そういう感じ。で、これもね、今思う、これな、昔は何でもなくやってたんで、この感動せずに。今感動やよね、これ。ちゃんとこんな風に変わったっていうのがさ、ワンから同じハードで。ちょっと待って。今のは死にすぎやろ、早く。ようあるあるね。良い子の振りか、俺。ゼルダの伝説。こんなに薄い画面やったっけ？でも音楽はこの時から最高ですよね。これ最初どんなんや、これ。最初からやってる暇はねえわ。これは最初からやってる暇はねえ。ちょっと。あ、もうどこでもやで、ここでもセーブやわ。で、これはクリアしたわ。これだけめっちゃクリアしよっかな、今からも。ようやってたな、これ二人で。二人 B って何やったっけ？忘れてる。もう全部普通にして。あ、でもドッジボール来月出るやったっけ？それも面白いよね。ドッジボールから始まってるんですよね。ダウンタウン、なんて呼んだらいいんかわからん。クニオくん。これクニオくんってついてるやん、名前。で、AB でジャンプってのは辛かったな、これ。で、横2回でダッシュってのも辛かった。これでもめっちゃやったわ。ね、竜1、竜 G やね、最後多分。あー、やりてえなー。ほら、覚えてるもん、今でも操作、なんとなく。もうなんか角度も覚えてるもんね。こいつね、5、こいつなんて名前だっけ、今のやつ。5がつくやつじゃなかった？金カツアゲしてるよ。
でもこれ結構ね、あの、あれと一緒ですよね、動き。今思うと、運動会と。どこでもセーブ。で、タイトル画面に戻って。これもやった！これある入ってたんや。知らんかった。俺ちゃんと見てなかった、20本。ニンテンドークラシックミニ、再販まで終わってからこれする？あのね、あれ？どうやって始めるのこれ。え？始め方がわからないんですけど。おお、いきなりマイナスボタン？マイナスボタンで始まるんや。もう暴力的。北斗の拳全盛期。もうね、北斗の拳の雰囲気よね、これ。で、こっからファイナルファイトへと繋がっていくんですよね。いや、違う会社やけどね。これ、ワンツーが違うパンチで出るのすごいよね。これは、これも国尾くんと一緒の会社出してるけど、通透信なんで英語やねん。じゃないんやね。いたなぁ。これどうやってやるんだっけ？あの、ジャンプ中になんかしたら竜巻旋風逆出たよね。どうやってやるんだっけ？あ、これ、着地にええや。あー、で、まだ覚えてないとこある、あったっけ？技。この着地で下がった時に A ボタンとかあったっすよね。まあまあまあ、これもでももう下手やでやめとこうか。じゃあ、どこでもセーブをして、ダブルドラゴンもやったな、2やって、で、3が売り上げ悪かったんですよね。でも俺3も応援してたんですよね、好きで。2がめっちゃくちゃ、これ1やでわからんねん、俺。言い訳。これはやったことね。なんやん、これ急に、こんなマニアックなやつ。マニアックじゃないんかな。だってもう、読めんってこんなもん、子供。大人も読めんわ。チーム名か。チーム名なんやな、これ。これ出していいんか？これ今の時代に。で、わからんでさ、ルールが。これだから、最近さ、なんか、話題になったスポーツやから、やってんじゃねえ？これ。全然知らん。これね、いろんなゲームをの、例えばゴルフとかのルールを俺は、ファミコンで覚えたんですよ。けど、これだけは覚えられんかった。これ、どんだけやってもルールを。今でも知らないですね、アメフトのルール。アメフトは、やっとアメフトって出てきた言葉。だから、何？テニスが15点ずつ入っていくみたいなのも、野球と同じ音楽やん。これマリオテニスの原型でしょ？これ。マリオあそこにいるもんね、まだ。フォルトン島にいるもん、マリオ。うわ、でっけ玉。なんマリオ。マリオめ。そうそう、テニスが15点ずつ入っていくのとかも、麻雀とか花札は覚えてないけど、そういう、ルールは全部ゲームで覚えたんですけど、ゴルフは特にそうやなと思うんですけどね、誰も家の人ゴルフしなかったし、これはもうこれでいいか。で、でもアメフトだけは覚えられなかった。ドクターマリオとテニス終わってもアメフトの話やね。ドンキーコングもありましたね、ドンキーコング。うわぁ、これ怖い。スタートした時の音なんてこんな長いの、これ。でー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 。うん、これはもうよう見るし、ピクセルって映画でもここがラストステージだったっていうね。あのピクセルって映画は絶対見てください。はい。だんだんうんちくが足りてなくなってきてますよね。ごめんなさいね。バルーンファイトはもうね、当初から面白かったんですけど、なんか、その、変な形でこのゲームは、の、例えば前、なんかクラブニンテンドーのすげえ得点とか、なんてうまいや、これ俺今。何秒でクリアするな、みたいなのあったな、これも。うまっ！これあったり、これはね、元社長が作ったゲームですよね。はい、じゃあ、こっち帰ってきます。よし、なんで急に右、これはやったことはあんまないんやけど、あるかもしれん。その、復刻でやった気がする。あ、全然わからんでもやり方、これ。こっち側を動かすやん、これ。あれ？何これ？あ、そういうこと？こうしたら？あ、消えるの？二つで消えるの？あ、消えんが、クリボー。あ、縦やと消えるの？卵、下でも消えるの？ちょっとルールがわかんないんでね。マリオブラザーズなんでこの下にあるの？数で50音にしたためにマリオの近くにない。数じゃないから。これね、この音楽とかもクラシックやろね、多分ね。うわ、でっけ、こんなマリオでかかったっけ？
ゲーム、この前のセーブ画面で見したかもしれないですけど、アーカイブズってやつでやったんですけど、なんかすっげえ違和感があったのはこっちに慣れちゃってたんですよね。だから昔世代って家庭用が先みたいな。でも大人はアーケード用が先みたいな。あれです。あれです。あれです。こっちの方が動きは僕やりやすいんです。これもやったけど、一回もクリアしたことないんじゃない？これ俺。大魔界村、超魔界村ぐらいはなんか最後ぐらいまで行けたんかもしれないですけど、裏技かなんかで。こんなもん、ファミコンのこれをクリアしてる人なんているんか、これ。でも、超面白いよね。でも面白いよね、これ。ただでくれるならさ、そんな、やろう。これをさ、今の人、だから、俺らで言ったら、生まれた時にはもう、廃れてた演歌を楽しめるか、映画を楽しめるか、演歌と映画を。楽しめるかどうかは分かんないですけど、ゲームなら生まれた時にもうすでにポケモンがあった世代の人たちはこれを見て楽しめるんかな、これをやって。そこがいつも疑問やで、誰かコメントで回答してください。 楽しめんもんだって俺、演歌。大人になったら楽しめるんかもしれんけどね、逆に。だからこれ大人な、そのポケモン世代が大人になったら楽しめるの、これ。そんなこともないやろ、これ人数急にいるやんの、これは。これもなんかあったな、裏技みたいなの。俺ピッチャーからかい。表ってカタカナやったっけ、ほんまに。表ってそんなにカタカナやったっけ。野球はでもさすがに外で覚えた気がするな。で、これは一緒な音楽かい。これテニスも同じ音楽やって。これだから音楽も昔って作ってなかったんですよね。プログラマーがいたっていうだけやったよね、昔は。で、そこに音楽をパッて入れたのはドラクエやったと思うんですよね、僕。本当のプロの、まあ、それ以外もあったかもしれんけど、あ、でもなんかやったな、これ、川端んちで。川端んちや、これ。川端思い出すわー、やめよう。川端思い出すでやめよう。川端思い出すでやめようって、若干つながりあるで、今、誤解せんといてくださいね。こんな感じで全部やりましたんで、何のビデオやったやろ。いや、まあ、あれやろ？もしえな。どうやって戻れん、これ。ホームボタン。で、戻って、まあ、ゲームニュースをもう一回見ると、変わってるけど、これ、そうやね。これができるようになった。任天堂オンラインの機能の一つとして出たこれをやりまして、これ毎月発表されるらしいんでやってください。